マツダの新型 SUV CX-60 がついに予約解禁。私も購入しますが、今回はまずですね、購入前の注意点10個ありますので、それを見た上で皆さん商談に挑まれて、いただければと思います。はい、どうも、車かじわワンストクチューブです。私も購入が決定しているマツダの CX-60 ですけれども、ちょっとね、私のお世話になっている反社さん、予約解禁日からゴールデンウィーク休業ということで、休み明けにね、契約をしていきたいと思いますが、今回はですね、すでにネットでまとめていただいている私のお友達でもあります、ゆうゆうさん、こちらのブログからですね、購入前の注意点、そしてオプション価格、そして付けた方がいいオプション、大体のざっくり価格なんかを、見ていきたいと思います。なのでね、商談に入る前に、あ、これつけておけばよかったっていうのがね、ないように、見ておいていただければと思います。まず CX-60 のね、おさらいですけれども、パワートレインは4種類あるよということですね。で、グレード名が 25S というのが、2.5 リッター直四エンジン、こちらが、一番安価に、導入できるグレードとなります。そしてその上がですね、クロス D という、新開発 3.3 リッター直六ディーゼルエンジン、こちらが、ついているグレードですね。そしてクロス D ハイブリッドというのがですね、先ほどの 3.3 リッター直六ディーゼルエンジンに 48V マイルドハイブリッドを追加したもの。そしてさらに最上級グレードとして PHEV というね、プラグインハイブリッド 2.5 リッター直四エンジンにプラグインハイブリッドのシステムを搭載したものというのが、まあ4つパワートレインがラインナップされています。で、グレードごとの価格なんですが、これ全部読んでいると、時間がもったいないので、まあ、一番ね、安い、25S という 2.5 リッターの、グレード S パッケージというものの、肉ですね、CX-60 は FR ベースの SUV となっていますので、CX-5 とかね、8とかとは違って肉だと FR になるんですね。これは走りも楽しそうで、その一番安い、25S パッケージが299万2000円、4駆でも321万7500円となっています。そして 3.3 リッター直六のディーゼル、クロス D の肉 FR ですけども、そのベースグレードがですね、323万9500円となっていて、なんとベゼルプレイよりも安い車両本体価格になっちゃってるというのが恐ろしいですね。で、クロス D の最上級グレード、エクスクルーシブモードの肉でも443万3000円となっています。この辺になってくると、ハリアーのガソリンモデルとかと、まあ、価格帯がガチンコになってくるかなと思います。そして、クロス D ハイブリッドというね、 48V マイルドハイブリッドが、組み合わされた 3.3 リッター直六ディーゼルモデルですが、こちらはですね、グレード展開はシンプルになりまして、エクスクルーシブスポーツ、エクスクルーシブモダンという、まあ、スポーツモデルか、ラグジュアリーモデルかという見た目の違いですね、内外装の見た目の違いが、選べるようになっていて、FR が用意されずに全て四駆になります。で、505万4500円と、両方ともエクスクルーシブスポーツ、エクスクルーシブモダンとも505万4500円となっています。そして、さらに上位グレードがですね、クロス D ハイブリッドのプレミアムスポーツ、プレミアムモダン、両方とも四駆で547万2500円となっています。これも価格は一緒なんで、見た目でお好みで選んでくださいということですね。そしてプラグインハイブリッドにのみですね、 S パッケージというちょっとね、お買い求めやすい、グレードが用意されていて、まあ、それが四駆のみとなっていますが、539万円。そして、プラグインハイブリッドでもですね、エクスクルーシブスポーツ、エクスクルーシブモダン、見た目の違いで選べるようになっていて、584万6500円となっています。そして、最上級グレードがですね、 PHEV プレミアムスポーツ、そしてプレミアムモダン、双方とも4駆で626万4500円が、最上級グレードということで、299万2000円から、最上級グレード626万4500円ということで、差額がね、倍以上となっていますが、どんなオプションが付けられるかというので、また変わってきますので、細かく見ていきましょう。まずですね、エクステリアが重要だと思いますが、 CX-60 はですね、グレードごとにエクステリアが違います。で、まあ、主にね、違うところというのがですね、例えば B ピラーが無塗装素地であったりとか、フェンダーアーチモールがブラックの無塗装であったりとか、そういうところが、重要になってきますが、25S とクロス D というね、安い2つのパワートレーンに関しては、フェンダーアーチモールが、無塗装ブラックのもの固定となっています。これはどのグレードでも、同じとなっていますので、まあ、そこがね、一番、違う部分かなと思います。あとね、ウィンドウメッキモールがブラックなのか、
メッキなのかとか、あとはシグネチャーウィングっていうねグリルの周りを縁取る、メッキのパーツが、ブラッククロームなのか、メッキなのかというのの違いもありますが、スポーツと名の付くものは、ブラック系に引き締められてミラーもブラックになると。でそれ以外のグレードでは基本的に、シグネチャーウィングはメッキとなって、あと上位グレードではですねサイド、ウィンドウモールが、メッキになるというような感じになります。でただですね、あの 25S とクロス D の、フェンダーアーチモール無塗装素地なのが嫌だという人はですね、おいおい、シグネチャースタイルなどでですね、ボディ同色にしたり、ピアノブラックにしたりっていうフェンダーアーチが後付けで付けられるそうなんで、まあ、その辺はね、お好みに合わせてディールオプション後で追加されれば良いんじゃないかと思います。でフロントグリルの内部のパターンもですね、ハニカムメッシュになっているのが、S パッケージとかスポーツと呼ばれる、まあ、スポーティーグレードがハニカムで、縦フィン縦バー形状がそれ以外のグレードという風になってくるとか、そういった差もありますね。まあ、スポーツとかね、S パケとかっていう、名前がつくものは比較的スポーティーな、ブラックに引き締められていたりハニカムメッシュになっていたりするという風に覚えていただければいいと思います。あとですね、タイ&アルミホイルはですね、 S パッケージまでは、18インチとなります。で L パケ以上、エクスクルーシブモードとかね、エクスクルーシブスポーツ、エクスクルーシブモダンとかプレミアムスポーツとか、それ以上の L パケ以上のグレードでは20インチが、選択されるという形になりますのでご注意ください。 S パケがねコスパ良さそうな気がしますが、タイ&アルミホイルがですね18インチ固定となりますので、ここだけはね、オプションとかで、20インチにはできないみたいなんでね、そこだけご注意ください。ちなみに、20インチのタイ&アルミホイル、プレミアムモダンとかね、プレミアムスポーツとかによって、色が違いますがデザインは一緒となります。スポーツ系がブラックに、塗装されて、プレミアム系が、切削工期と、ブラックの、塗装になるという感じですね。続いて内装なんですけども、いろいろあるんですが、これもちょっと読み上げてると時間がかかりますので、ポイントだけ言っておきますと、あの後々発表されたですね、タンカラーの内装、これはですね、プレミアムスポーツと名の付くもの限定となっていますのでご注意ください。エクスクルーシブスポーツだとブラックの内装になりますので、プレミアムスポーツと名の付くグレードだけこのタンカラーの設定になるというふうに覚えておいていただければと思います。でプレミアムモダンとかエクスクルーシブモダンって、モダンってつくグレードは2つあるんですけれども、それはねピュアホワイトというホワイト系の内装からしか選べませんので、これまたね黒がいいというふうになったとしても選べませんのでご注意ください。続いてはですね、マツダ CX-60 のオプションなんですが、これがですねめちゃくちゃ複雑なんですよ。なんでこれを全部解説してると30分超えてしまいますので、詳しくはですね今見ているブログに、まとめておきますので、こちらをね、下の詳細欄そしてトップコメント固定で、リンク貼っておきますので見ていただければと思いますが、かいつまんで要点だけ、読んでいきたいと思います。まずね、クロス D という、ベースグレードが用意される、グレードですけれども、こちらはですねオプションがかなり、限られていてですね、安全装備とか運転支援とか、付けられない、グレードになっていますので、個人的にはこのクロス D のベースグレードは選ばないで、最低でも S パケ以上にしといた方がいいんじゃないかなと思います。ということで、25S というね 2.5 リッターガソリンモデルの S パッケージに、設定されるオプションをさらっと見ていきたいと思いますが、地上デジタルテレビチューナーと USB、端子と、HDMI 端子が 33,000円、そしてセーフティーパッケージ 99,000円としてですね、アダプティブ LED ヘッドライト、デイタイムランニングライト、あとシグネチャー LED ランプ、あとレーンキープアシスト、そしてクルージングトラフィックサポート、まあ、CTS と書いてありますが、こちらが、オプションとなっています。まあ、今までマツダのね、CX-8 とか、CX-5 の年次改良前のモデルではですね、60キロ未満でのレーンキープ機能がなかったんですけども、これが、つくようになったのが、まあ、クルージング&トラフィックサポート CTS というやつですね。まあ、CX-5 はですね2021年12月の、マイナーチェンジで、この CTS つきましたが、 CX-8 は未だまだついていませんが、この CX-60 では、25S の S パッケージにはオプション扱いとなりますので、このセーフティーパッケージ 99,000円、これは絶対つけといた方がいいですね。
さらにですね、このブラインドスポットモニターという斜め後方の、車両がいるのを教えてくれる、まあ、機能もこれもセーフティーパッケージに入っていますので、まあ、普通はねこれオプションじゃなくて標準装備になってたりとかするんですが、25S の S パッケージにはオプション扱いなので、これはセーフティーパッケージ絶対つけといた方がいいです。そしてシースルービューパッケージ93,500円、こちらが360度モニター、シースルービュー付きということで、自分の車両の下も見えるようになってるんですよね。 12.3 インチのセンターディスプレイ、まあ、いわゆるナビ画面が 12.3 インチと大型のものになると、これをつけないとおそらく 10.25 インチというマツダ3とかと同じサイズになると、推測されます。で、ワイヤレス充電と、IR カットガラス、フロントドアとついているので、これもね、個人的にはつけたいですね。で、あとドライバーエマージェンシーアシストパッケージ、DEA77,000円となっていますけれども、これはね、結構優れものの機能で、まあ、ドライバー異常時対応システムと、なっていますが、これがですね、なんと、ドライバーが意識を失ったと判断された場合は、車がですね、安全に道路の脇にハザードを焚いて、ホーンを鳴らしながら停車してくれると。今までもアイサイト X とかですね、トヨタの車でもあったんですが、あれはですね、レーダークルーズコントロール中とか、アダプティブクルーズコントロール中に限られたんですが、マツダのこのドライバーエマージェンシーアシストパッケージはですね、クルーズコントロール中じゃなくてもドライバーが意識を失ったと判断された場合は、車が停車してくれるという機能となっています。まあ、場合によってはですね、踏切の内部とかに止まってしまう可能性もあるので、過信は禁物ではありますけども、万が一の時の転ばぬ先の杖としては、つけておくと、まあ、命が助かる可能性があるものですので、つけておいた方がいいんじゃないかなと。特に、40代以降の方はですね、急になんか意識を失ったりすることもありますんで、つけておいた方がいいんじゃないかなと思います。そして、ドライビングポジションサポートパッケージというのが82,500円でありますが、これだと、運転席 10A パワーシート、ポジションメモリ付きと、しかもヘッドアップディスプレイって書いてあるから、こうヘッドアップディスプレイもまあ、ついてるんでしょうね。ドアミラーレバース連動とかもついてるみたいです。あとシートヒーター、ステアリングヒーターがこのドライビングポジションサポートパッケージ82,500円に含まれますので、これも個人的には必須かなと。そしてパワーリフトゲートパッケージ82,500円、こちらが、まあ、いわゆる電動パワーゲートとサイドカーゴネットが、つくものが82,500円となっているということで、まあ、これらを全部つけるとですね、結構40万円ぐらいにはなってしまいますので、まあ、なんだかんだで込み込み価格は高くなる傾向にあると思うので、まあ取捨選択をすれば良いかなと思いますが、セーフティーパッケージとですね、せめてドライビングポジションパッケージぐらいはつけておいた方がいいんじゃないかなと思います。そしてクロス D の S パッケージに含まれるオプションですね、同じ S パッケージでも 25S とクロス D で付けられるオプションが微妙に違うということで、このクロス D の S パッケージでもSFT クルーズパッケージ55,000円、ちょっと安くなってますが、クルージング&トラフィックサポート、これもオプションに入っていますので、まあこの、セーフティークルーズパッケージぐらいは絶対つけといた方がいいですね。あとはまあお好みでという感じですが、クロス D の S パッケージからですね、 BOSE のサウンドシステム82,500円で付けられるようになっています。 25S の S パッケージでは BOSE は選択不可となっていました。まあお好みでって感じですね、この辺は。そして PHEV の S パッケージに設定されるオプションですけども、チジェジとセーフティークルーズパッケージなんで、 PHEV でもクルージング&トラフィックサポートはオプション扱いなので、これもねつけたいところですね。あとは BOSE のサウンドシステムなどがあります。そして 25S の L パッケージという上位グレードになってきますね。でこちらの L パッケージにはですね、S パッケージとかではオプションだったものも一部標準装備になってくるので、付けられるオプションも減ってきますね。ただですね、セーフティークルーズパッケージ55,000円あるように、クルージング&トラフィックサポート、これがまだオプション扱いとなっていますので、これだけはね絶対付けたいところですね。あと今までなかったマイコックピットパッケージ、ドライバーパーソナライズ、自動設定復元82,500円というのがありますが、これが電動テレスコチルト、さらにドライビングポジション機能といって、まあドライバーのねシートポジションとか200項目ぐらいには及ぶね、なんかミラーの位置とかね、あとなんかエアコンの設定とかいろいろ多分メモリーしてくれるやつだと思うんですが、それをね、やってくれるのがこのマイコックピットパッケージというものだそうです。あと 12.3 インチフル液晶メーターも
L パッケージ以降にオプションとしてようやく設定されるということですね。今回のマツダの CX60 のポイントでもあるフルデジタル液晶は L パケ以上と覚えておいていただければと思います。しかもオプションですからね。で、あと BOSE とパノラマサンルーフが付けられるようになりました。今までね CX5 とかでもパノラマルーフとかってなかったと思いますが、今回の CX60 では大きなねパノラマサンルーフが付けられるのはポイントですね。そしてクロス D の L パッケージですね、こちらも、ほぼ標準装備となってくるので、ついにですねクルージングトラフィックサポートは標準装備となるので付けられるオプションもねほとんどないですね。チーデジチューナーとボーズとパノラマサンルーフと、なので、まあ、それ以外のものはほぼついてると思っていいですね。そして、2OS の最上級グレードエクスクルーシブモード、これですけれども、これもねエクスクルーシブモードになるとほぼ、今までオプションだったやつが標準装備になっています。あと、ついていないものといえばですねドライバーパーソナライゼーションシステムパッケージ5万5000円、ドライバーパーソナライズ自動ドライビングポジションガイド、ドライバーパーソナライズエントリーアシストということで、おそらく、まあ、トヨタとかでいうところのイージーエントリーみたいにね、エンジンを切ると、まあ、シートが、電動でスライドして、格納されると交代して乗り降りしやすい位置に来たりとか、そういうものだと思われます。あとパノラマサンルーフぐらいですね。でクロス D の、エクスクルーシブモードに設定されるオプションも、まあ、これもほぼ標準装備となっているので、さっきのドライバーパーソナライゼーションシステムパッケージ、これだけしか、付けられないという感じですね。そして、クロス D ハイブリッド、PHEV のエクスクルーシブスポーツエクスクルーシブモナンというね、上位パワートレーンの、グレードに設定されるオプションですが、これもドライバーパーソナライゼーションシステムパッケージとパノラマサンルーフぐらいしか付けられないと、それ以外は標準と思っておけばいいですね。さらにですね最上級グレード、クロス D ハイブリッドプラグインハイブリッドの、プレミアムスポーツプレミアムモダンに設定されるオプションはなしということで、まあ、BOSEとかパノラマサンルーフも含めて全て標準装備となっているので、まあ、これはねもう、全乗せなので、悩む必要なしと、とりあえずこれ買っとけば全部ついてると思っておけばいいですね。なので車両本体価格が高いのも、まあ、プレミアムスポーツとかプレミアムモダンとかはですね、パノラマルーフとかまでついてると思えば、まあ、そこまで高くないかなという感じもあります。そして、見積もり前の、注意点10個、ここでまとめていきたいと思います。箇条書きでいきましょう。まず一つ目ですが FR があるのはクロス D と 25S のみで、まあその 25S とクロス D では AWD も選べるという良心設計になっています。 FR の SUV ってなかなかないからね、なんかハンドリング面白そうですけどね。そして注意点2番目なんですが、クロス D ハイブリッドと PHEV は逆に AWD のみとなって FR が選べないということです。 FR がいい人はですね、ディーゼルのクロス D か、ガソリンの 25S を選ぶ必要があるということですね。注意点3つ目、フェンダーアーチモールは 25S とクロス D は無塗装ブラック限定となります。ただしディーラーオプションでシグネチャースタイルなどをつけると、まあピアノブラックであるとかボディ同色っていうのも選べるようになるそうです。続いて注意点4番目、フェンダーアーチモールはエクスクルーシブスポーツ&エクスクルーシブモダンプレミアムスポーツプレミアムモダンはボディ同色限定となりますので、まあこれもね逆に今まであったCX5 のスポーツアピアランスみたいにピアノブラックのフェンダーアーチつけたいってなったらシグネチャースタイル待ちということですね。これは、しばらくまだ出ないんじゃないかと、発売されてからもしかしたらラインナップされるかもしれないですね。そして注意点の5番目なんですが、スポーツと、つくグレードは、ブラックミラーとハニカムグリルシグネチャーウィングが、ブラッククロームになるということで、ボディの要所が、メッキじゃなくて、ブラック系になって引き締まるということですね。そして、注意点6番目なんですけれども、タンカラーの内装おしゃれなやつはプレミアムスポーツというグレードのみとなっていますので、他のグレードでは選べません。これご注意ください。なので、プラグインハイブリッドか、クロス D ハイブリッドしか選べないということですね。7番目の注意点、本木目のパネルは、プレミアムモダンのみとなっています。それ以外のグレードでは、
フェイクウッドなのか、なんかメタルなんちゃらみたいな感じの、まあ、違った素材と、本木目は最上級グレードのプレミアムモダンのみとなっています。そして注意点の8番目なんですけど、さっきから口を酸っぱく言っているように、クルージングトラフィックサポートは S パッケージと 25SL パッケージにオプションなので絶対につけるべしということです。クロス D のベースグレードには、クルージングトラフィックサポート装備不可となっていますので、個人的には S パケ以上を選んでおきたいところだなと思います。そして注意点9番目なんですが、S パッケージでは18インチタイヤ&アルミホイルが固定となりますので、まあ、コスパがいい S パケなんですが、20インチのアルミホイルはつけられないというのは覚えておいていただければと思います。それをつけるとなると L パケ以上というのを選択する必要があります。そして最後10番目なんですが、全幅が1890あるので、マンションの立体駐車場のパレット 1850mm の幅のパレットには入らないので、マンションにお住まいの方はちょっとごめんなさいと。 2m 幅のパレットだったら収まるんですけども、まあ、なかなか巨大なパレットのね、住宅も少ないので、そこはご注意いただければというところです。そしてね、ざっくりとした価格感なんですけども、売れ線になりそうな 25S の肉ですね、 FR で、優勝カラーつけないで、買った場合ですね、セーフティーパッケージとかシースルビューパッケージとかですね、ドライバーエマージェンシーアシストとかドライビングポジションサポートとかね、パワーテールゲートとか、だいたいつけてもですね400万円ジャストぐらいだと思われます。諸費用込みでですね、込み込み乗り出し400万円ぐらいでいけるんじゃないかと。オプションをねもっと削れば300万円台もありでしょうし、まあ値引きがねちょっと最初はきついと思いますが、多少なり入れば300万円台、390万円とか380万円ぐらいでも買えるかもしれませんね。同様にね、クロス D の S パッケージ肉で、優勝カラーじゃない、例えばジェットブラックとかで、セーフティーパッケージ、シースルビューパッケージ、パワーリフトゲートぐらいつけて、あとはねナビとか ETC とかをつけて、だいたい400-230万ぐらいに込み込み乗り出し価格収まりそうな感じです。あとはね 25S のエクスクルーシブモードというね、ジョイグレードの肉でオプションてんこ盛りにしても、まあ、460万円ぐらいで乗り出し価格いけるんじゃないかと。でクロス D のね 3.3 リッター直6エクスクルーシブモード肉だったらですね、これもオプションてんこ盛りでも490万円ぐらいで、500万ギリいかないぐらいじゃないかと、まあ、この辺まで来ると結構高いかなという感じにはなってきます。さらにですね、私も購入を検討しているクロス D ハイブリッドの最上級グレードプレミアムスポーツとかで、だいたい600万円いかない590万円とか、そのぐらいで、ナビとかね ETC とかつけてもそんぐらいで収まりそうな感じですね。で PHEV の最上級グレードプレミアムスポーツとかモダンとかでもですね、これはちょっとさすがに600万超えて、660万とか70万ぐらいの乗り出し価格になるんじゃないかと。まあ、付けられるオプションがないので、まあ、せいぜい、ナビ ETC ドラレコとかメンテパックつけても、まあ、670万ぐらい、弱ぐらいかなという込み込み価格の予想となっています。これを高いと取るか安いと取るかという感じですね。まあ売れ線となりそうな 25S の S パケぐらいだと400万円弱ぐらいで、導入できそうなので、気になっている方はね、ようやく解禁しましたので、お近くのマツダのお店足を運んでみてはいかがでしょうか。おそらくね、週末はマツダのお店もわちゃわちゃになると思うので、今までねマツダ車乗ったことないとかお付き合いがない人はですね、ネットで、商談予約してから行くと、まあ、スムーズに、担当さんがついてですね、ほったらかしにされるということがないので、おすすめですね。それはですね、商談予約フォーム、下の概要欄にリンク貼っておきますので、そこからね、申し込んでおくと良いと思います。 CX60 の、欄がありませんが、まあ、とりあえず CX5 とかでね、入力して商談予約して店舗を選択、最寄りの店舗を選択しておけばね、折り返し連絡が来て、まあ、アポイントが取れると思いますので、まあ、そうするとね優先的に商談できると思いますので、おすすめですね。多分ね混むと思うんで、行ってもねセールスさんが空きがないってなるとちょっと悲惨ですので、予約していくのがいいんじゃないかと思います。
私もね休み明け、商談して、契約していきたいと思いますので、これからもねマツダの CX60 情報まとめていきますので、ぜひねチャンネル登録ベルのマークをオンにしておいていただけるとモチベーションになります。マツダ応援していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車カチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。